本健雄元祖9番ゴン中山魂継承でいよいよ得点王説検証。炎のストライカー杉本健雄、今オフジュビロ磐田を新天地として選ぶと、新加入選手にもかかわらず伝統のあるジュビロの9番を背負う杉本。ジュビロの9番といえば現在コーチとして活躍中の元祖炎のストライカー中山雅史。そんな中山の貪欲さ、熱さ、ヘディングの強さを継承したら得点王間違いないはず。そう思ったスタッフは早速 FIFA22 を使って検証。杉本にゴン魂を叩き込み、ヘディング、リアクション、積極性をやりすぎない程度の休日アップし、空前絶後の炎のストライカーと化した杉本。早速ジュビロに移籍させたいところだが、ジュビロが FIFA22 未収録のため今回はシドニー FC を乗っ取ることに。さらにジュビロの選手も収録されていないため、スタッフがいろいろなサイトを吟味し作成。この自家製ジュビロに杉本を移籍させ、ご覧のスタメンに固定。ベテラン多いに謎の顔写真がつくバグが発生しているか、心を鬼にして昨年 J1 最下位の横浜 FC とトレード。せっかくなので杉本のジュビロ初陣を観戦することに。開幕戦の相手は過去杉本が軽く揉めたことのあるガンバ大阪。周りが半袖の中、一人手袋をはめる杉本は果たしてどのようなプレーを見せてくれるのか。8分、ファーストチャンスはガンバ。手薄となった右サイドを突かれ倉田に持ち込まれると失点。いきなり J1 の洗礼を浴びるジュビロ。追いつきたいジュビロは華麗な連携で攻め込むも、杉本が感じることができず。37分、今度は杉本が山田へ絶好のお膳立て。しかし決めてもらえず。直後の41分、パスのプレッシャーが違うのか、やっとさんからのパスを松本が冷静に決め、前半終了間際に追いついたジュビロ。エンド変わった後半、冷静すぎる杉本のパスから勢いのある攻撃も得点奪えず。直後の53分、カメラマンが気を抜いた瞬間、まさかの杉本がゴール。ディフェンスだけでなくカメラマンの隙をもつくこのゴールに、軽く因縁のある東口も呆然。結局この試合最後も杉本のシュートで締め試合終了。杉本はマンオブザマッチを獲得し、この上なく幸先いいスタートを切るも、2節の浦和戦は前半アディショナルタイムにこの上ない決定機を外すと、後半芝と平野に決められ、結果逆転負け。そして迎えた3節福岡戦、対立構造を作れたらとスタッフが仕込んだルキアンをまさかのキャプテンとして先発させる強烈な先制パーチをかましてきた福岡。試合は27分、やっとさんが裏に抜け出すと大津のボレーで鮮やかに先制。35分にはペナルティーエリア内で大津から杉本へ。しかしゴールへのパス意識が強く、ゴールキーパー正面に。その後杉本は空回りし、今日は完全にダメな日に。そして85分にはルキアンに決められ、スコア以上に重たい引き分けで終了。しかし杉本は引きずることなく、3シーズンぶりの静岡ダービーでは66分にゴン要素強めのヘディングダウンを決め勝利に貢献すると、古巣 F マリノス戦でもゴン要素強めの豪快ボレー。さすがにヘディングだけでのハットはなかったが、シーズン終了までスキップしてみる。果たして杉本はゴン魂で得点王になれたのか。まずは個人成績。35試合で決めたゴールは15と、得点王が期待できる成績で終了。気になる得点王の行方は。長谷川、トレードされた横浜 FC の一員となった長谷川が敵へ向き出しの得点を獲得し、残念ながら杉本は2位に。チームメイトの成績を振り返ると、プレッシャー付きのパスを出しまくったヤットさんが11ゴール8アシストと神の領域。右サイドから杉本にアシストを提供した小川もヤットさんと並ぶ8アシストを記録し、2人揃ってアシスト王を受賞。ちなみにチームは11位で残留も、得点王を獲得できなかったので残念ながら設立賞ならず。杉本をどうしても得点王にしたいスタッフが協議を重ねた結果、アシストを2人でも足りないのならばパサーを増やし物理的にチャンスを増やそうということで、ジュビロが誇るレジェンドパサー名波浩を復刻。さらに隣に師匠がいればより一層気合が入るはずということで、ゴン中山も復刻決定。さらにさらに、思い返せばスタッフと同じ試合数解説をしてくれている福西さんを感謝の復刻。あまりレジェンドを増やすぎても食われる危険性があるので、この布陣で得点王に挑むということで、開幕戦となる広島戦を観戦。雪降る寒さの中半袖で臨むイレブンに対し、フィールドで唯一長袖手袋と完全防寒の杉本は果たしてパサーと師匠に囲まれゴールを量産することができるのか。
その杉本のファーストチャンスは44分、福西さん、ヤットさんとつながり、最後は杉本も決められず前半終了。エンド変わった69分、松本がサイドを突破しクロス、そのボールに杉本が豪快に合わせゴール。主将要素が強めのゴールで先制に成功。85分にはサイドを切り裂いた大森が自分か杉本の2択に一切迷うことなくぶち込み勝負あり。杉本の活躍もあり開幕戦勝利。2節の名古屋戦では J 屈指の堅守を誇る名古屋に見せ場を作らせてもらえなかった杉本だが、3節の王者川崎戦では序盤からシュートを狙いキレキレな杉本。21分にはこぼれ球を振り抜くもチョン・ソンリョンが立ち塞がる。さらに直後のコーナーキック、ヤットさんからのボールを決めた。堅守要素強めの打点の高いヘッドに加え、突っ込んできた鉄人ジェジエを弾き飛ばす圧巻のゴールで王者から先制。その後杉本がボールを持つと川崎サポからブーイングの嵐に。43分、そんなのお構いなしに左足。去年 J で無双したあの川崎からまさかの2ゴール。しかしエンド変わった後半、あの長谷川に1点を返されると杉本へのブーイングの声量は大きくなり、スタジアム全体で圧をかけられるジュビロ。そしてしっかり轟き劇場開演、結果引き分けで終了。しかし杉本は杉本で好調なので、シーズン終了までスキップしてみる。果たして杉本はレジェンドパサーの協力で得点を取ることができたのか。できず。残念ながら1位ディエゴ・オリベイラには届かず、そして2位にはまたしても長谷川の名前が。ということで検証結果、 J2 サポ各位、長谷川やばいっすでした。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。